こんにちは、Gです。今回はマンジャロの不具合のお話。マンジャロがウェイランド対応した動画に追加の訂正があります。それも重大な訂正です。ウェイランドで快適に動作していたんですが、5月31日にアップデートがありました。カーネルアップデートを含む大きな変更です。アップデート後、ブラウザーが動画再生中にシステムダウンするトラブルが発生。 Firefox、Chromium、Vivaldi、いずれでも同様の現象が見られました。ログを見ても原因が分からず、トライアンドエラーで調査しました。英語版だと問題がないので、日本語化の手順をたどって原因を特定。結果、原因は2つ、問題が1つありました。1つ目は日本語入力の Vitex5 のインストールです。ウェイランドでは画面のようにインストールしたんですが、 Vitex5GTK が不要でした。 DBus との関連がわからないんですが、GTK を削除すると安定しました。対応として、画面のように一旦 Vitex5 を削除します。そして再度画面のようにインストール。環境ファイルも変更します。画面のようにタイプして、文末に画面の3行を追記していましたが、先頭行を削除して保存します。常用アプリは一通り動かしてみましたが、影響はなさそうです。2つ目はオーバークロックです。画面のようにタイプして、オーバークロックの部分をコメントアウトします。このバージョンではオーバークロックすると不定期にシステムダウンします。 X11 の場合は問題なくオーバークロックできます。オーバークロック対応は今後のアップデート待ちですね。3つ目は不具合。マウスの動きがおかしくて思うように動かない。これもコンフィグファイル内で画面の行を探して修正します。この変更で正しくマウスが動作するようになります。このトラブルは X11 環境でも発生しました。一応 Firefox で動画再生してみます。ご覧のように駒落ちは多いんですが、システムダウンすることはなくなりました。個人的には Firefox 派なんですが、今時点では Chromium の方が快適。以上、アップデートに関わる追加修正でした。ウェイランド対応後初めての大きなアップデートでした。 X11 のままでアップデートした場合は問題がないので、 Vitex5 に問題があるのかもしれません。詳細はまだ不明ですが、発展途上中のことですので、
ご容赦ください。次の話題は、今まで使っているマンジャロをウェイランド対応にというお問い合わせがありました。難しくはありませんが、おすすめできるものではありません。それらの差異が明確じゃないので、ウェイランドは新規インストールがいいと思います。でもやってみたい。そう、好奇心は抑えられない。そこでご利用中のマンジャロをウェイランド対応させる方法をご紹介します。この動画での環境はマンジャロ KDE プラズマでファイテクス4利用です。まずは先にシステムアップデートしましょう。システムアップデートなどが早くなるようミラーサーバーをカスタマイズしてみました。組み合わせを変えて試しましたが、国内だと日本のサーバーを使うのが早いようです。ターミナルで画面のようにタイプします。このコマンドだと、どの国で使っても地元サーバーを使う設定になります。もしネットインフラの弱い国でご利用の場合、対象国を指定することもできます。画面のようにタイプします。国名はコンマでつなげられます。利用できる国のリストは画面の通りです。アップデートが完了したら一度リスタートします。マウスの動きおかしいでしょう。思うように動かないので先にこれを修正します。ターミナルで画面のようにタイプ。中ほどに画面の行がありますので FKMS の F を削除して KMS にして保存しリスタート。それからオーバークロックしているならコメントアウトしておきます。ウェイランド導入にあたって事前にファイテックス4をファイテックス5と置き換える作業を行います。ターミナルで画面のようにタイプ。しつこいですがファイテックス以外のインプットメソッドをご利用の場合はこの通りではありません。 -R が削除コマンドですが N をつけると依存するパッケージを同時に削除、S をつけるとバックアップも削除します。要はファイテックスを完全に削除するということです。続いてファイテックス5をインストールします。画面のようにタイプ。次は環境ファイルへの追記です。画面のようにタイプして、画面の2行を文末に追記します。最後に画面のようにファイテックスで使用していた環境ファイル .x プロファイルを削除します。一度リスタートします。KDE システム設定の地域の設定で入力メソッドをクリック。画面のようにキーボード日本語モズクがあることを確認します。グローバルオプションで
日本語英語切り替えキーを割り当て適用ボタンをクリックします。以上でファイテクス4からファイテクス5に置き換えできました。ソフトウェアの追加と削除を開きます。プラズマ -Wayland で検索。公式リポジトリのプラズマ -Wayland セッションをチェックして適用ボタン。インストールが終わると再起動されます。立ち上がったら一度ログアウトしてください。ログイン画面右上のセッションで Wayland と X11 が選択できるので Wayland を選んでログインします。以降は切り替えるまで Wayland で動作します。ご覧いただきありがとうございました。コンピューテックス2022が終わりました。今年はメタバースが花盛りだったそうです。メタバース？よくわからんけど儲かりそうといろんな会社が群がってる。 3DTV と同じ匂いがしますね。それってどんな匂い？うさんくさい、めんどくさい、アホくさい。まあ私には関係ないですね。でもメタボーズなら関係ありありかな。ではまた次回。